私が死んだら読んでいいよ。君だけには読む権利を与えます。約束したからね。約束。共病文庫。私はあと数年で死んじゃう。それ私の。君に私の残り少ない人生の手助けをさせてあげます。はい。君はきっとただ一人私に普通の毎日を与えてくれる人だから。君はさ、本当に死ぬの？なんか隠してるんでしょ？頑張って探して見つけた方が嬉しいでしょ？宝探しみたいで。君にとって生きるってどういうこと？誰かと心を通わせること。私生きたい。大切な人たちの中で。彼女は本当？こうして君といられてよかった。君がくれる日常が私にとっての宝物なんだ。こんなに遅くなってごめん。僕は本当は、私はやっぱり君の膵臓を食べたい。